島なぎは、シーパル・オナガワ汽船が運航している、高速化客船、同社が保有する唯一の船舶である。オナガワ湾を航行する本船隅田川造船で、建造され、2006年8月6日に就航した。丸中金火山汽船の離島航路撤退後、出島・江島航路の一体運航による、合理化を図るため設立された同社は、暫定的に、江島汽船の所有船。 広報を要請して運行していたが、新造船として本船が導入された。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、同社は本社が流出、社員4名が行方不明となるなど甚大な被害を被ったが、本船は被災を逃れ、港が入港可能となるまで3日間、船員4名を乗せたまま沖で待機した後に帰港した。 発着岸壁の被災などにより、航路が運航休止となったため、本船は船舶を多数失った大島汽船に貸し出され、同年4月27日から9月26日まで、気仙沼港と大島の間で運航された。船体はアルミニウム合金製で、単動船である。速力工場と対抗性工場のため、船主に墨田川造船が開発した。 スミロングノーズバウを採用しており、水栓部が前方に突出した構造となっている。船尾は使用の緩慢さに対応する貨物昇降装置を装備しており、車両1台を搭載可能であるほか、水産物の輸送を行うため活魚槽を装備している。船内はバリアフリー対応となっている。ありがとうございます。